はい、皆さんはこんばんは、しば。今回は「ソードアートオンライン」新作フラグ、デイドリーム。まあいいや。それのダウンロード方法をやりたいと思います。検索で。まあ。もう出てますけど、これなんですけど、まあ出てなかったらまあ足立区でも。フラチクって打てば大体出ると思います。これを選ぶ。まあこれは製品で買うないですけど、タイですが、状態ですが、ここを選んで、オープンネットワークテストを選びます。あとはダウンロードするだけ。あとはダウンロード、インストール完了まで待ちましょう。そりゃ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お待ちしてます。それじゃあまたね。バイバイ。